皆さんこんにちはレック専任講師の運野ですそれでは、えー、2019年合格目標の、えー、初級受講生の方に向けた、えー、この年末年始の過ごし方について少しアドバイスをさせていただこうと思いますさああの初級生の方へ向けたアドバイスですので、えー、中上級の方へは講義中にアドバイスを同様のものをしておりますのでどうぞそちらをご参考になさってください えまず、私はあの秋生と春生の受け持ちをしておりますので、それぞれ分けてお話をしていこうと思います。まず秋生の方、これはあの通学クラスの方、並びに通信の方、いずれも二回し講義をしております。主要四科目に関しまして、まず一回し目、こちらが二千十八年の本試験の。 ところまでを一つ目標としてですね、えー、一回し講義えー、そして、えー、その後お二回し目講義があこの夏からスタートしましてえー、そしてその二回し講義がちょうどお終わったというような方が、えー、多いタイミングなんじゃないかと思いますつまり二回し講義の主要科目消灯法までが、えー、この年末までのところで講義が終わるという方が、えー、ほとんどなのではないかなというところですでそこで、えー、この 年末のところで二回し講義のお講義のお方ですね全てえお聞きになられたのであればぜひやっていただきたいのは商業登記法のおところに関しまして、えー、商業登記法のお <coughs> 講義が終了したあと一回歩行が出てましたね、えー、歩行があまで聞きましたら次に「記述解放ベースアップ講座」の講義編の2回目というのを聞いていただきたいと思います。 記述解放ベースアップ講座講義編2回目で少しレベルの高い記述問題について実況中継をしておりますそして記述解放ベースアップ講座2回目が終わりましたら、えー、次にですね記述解放ベースアップ講座演習編の678910後半5回分をそうですね週に1問ぐらいのペースで解いていただくそれは1月中までかかってしまって構いません。 期日解放ベースアップ講座講義編2回目の講義を聞いた後演習編678910これを1週間に1回分ぐらいずつ解いていくそしてその上で会社法商業登記法の完成というのをですね1月2月1杯までかけていただくような形を進めします1月2月杯までは会社法商等法の完成これに注力していただきたいんです。 もちろんですね、そうしますと民法不動産登記法どんどん忘れてしまうじゃないかというご心配が出てくるかと思います。でそこで、えー、民法法不動産登記法を、 との付き合い方なんですけれどもこの1月から実は生鮮等連実力養成編というのがスタートしてまいりますこの生鮮等連実力養成編というのは主に2年目以降の方に向けた年内で主要科目を一通り勉強してで年明けのところでですねその <laughs> 1>, えー、1週間に1回ずつ練習問題を解いて、えー、それをおーペースメーカーとしながらですね、あのー、民法から順番に復習をしていいこうというとなんですで1回目、えー、2回目3回目4回目の途中までが民法4回目の途中から56が不動産登記法789が会社法商業登記法で10回目が憲法刑法11回目が民事訴訟法。 12回目が民室民保教託司法書士法ちょうど12週かけまして全11科目を3月末まで週1のペースで答練と並行させて勉強していこうというそういう答案練習会です。でこちらのあらかじめ範囲が指定されておりましてその範囲の部分を1週間かけて予習をしてそして答練を受けるで予習をして答練を受けるというふうなスケジュールになっているんですね。 でこの実力要請答弁初級生の方には定価の50%オフで受けていただくことができます。ですねですから民法から順に全12回かけてこの実力要請編に乗っかって民法から3か月間かけましてね3月末まで全11科目を完成させていくと。 えー、こういったの利用の仕方をすると、えー、民法と不動産登記法と、まあ、復習する機会は強制的に与えられますから、えー、自分でですねあの計画を立てて勉強するよりも効率がいいかもしれません。 ただしこの実力予選編はやはりオプション講座ですし、えー、会社法・消灯法を2月いっぱいまでに完成させるというですねそういったまずそれが一番大きな目標ですからその目標を、えー、達成することとその実力予選の勉強の対策として民法以下から、えー、復習をしていくことと、えー、こう主従が逆転してしまうと。 つまり会社保証等法を完成させるのがメインなのに、えー、実力要請の方の対策の方つまり民法、えー、以下の対策の方ばかりにこう力をかけてしまってで会社消灯法はもちろんお今の話でいきますと、えー、7回目8回目9回目ちょうど2月の中旬から下旬にかけては、えー、会社法商業登記法の答練がちょうど7回目8回目9回目に実施されますからその3週間は会社保証等法残んになれるとはいええー <coughs> ちょっと3週間で会社保障等を完成させるのは無理ですからその本末転倒になってしまうとそこが心配されるところです。また、えー、当然 この2月いっぱいまでそして2月3月の中旬までマイナー科目も配信がどんどんスタートしていきますからそのマイナー科目の対策もやりながら生鮮トレン実力の政権を使って民法から復習していくというのがうまくいかないというような方も出てくることが予想されます。ですから皆さんにお勧めできるものではございません。 メインは会社法商業登記法の完成並びに商業登記法のひな形の暗記並びにベーシックそして商業登記法の記述開放ベースアップ講座をやりきる会社商等法の合格ゾーンをやりきる、ね、そこが2月までのメインの目標でありますからそちらをやりつつそしてその後配信されていくマイナー科目もきちっと復習をしつつそれでもまだ余裕がある。 えー、いわゆる民法以下からあ効率よく復習をしていきたいというのであれば実力要請を利用していただくというのがおすすめかなと思います。 でもし自分はあのどうすればいいのかわからないという方がいらっしゃいましたらどうぞですねあの渋谷駅前本校等に電話相談をですねさせていただいておりますから個人的にご相談をいただければと思います。うん、年末年始もしですねあの枠が埋まってしまっているような場合には教えて中ゅに海野先生に相談をしたいんだけど。 というのう書き出しで書いていただければ私のところに相談が回ってまいりますので、えー、ぜひ、ねえー、個人的に今この自分の状況だったらどうすればいいんだかいいのか悩みがありましたらどうぞおそういった方法で、えー、ご相談をしていただければと思いますさあそうしまして、えー、もう一つう地球向けの春生の方へのアドバイスです、えー、春生の方はちょうど今 講義が会社法まで行ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと二回し目の会社法をちょうど聞いているという方がボリュームのゾーンなんじゃないかなと思いますですが復習のところではまだ不動産東京の合格ゾーンやベーシック記述解法ベースアップ講座がまだ終わってないという方が多いと思います でそういった方はこの年末年始、えー、どうぞ不動産登記法のえ合格ゾーンそしてえ技術解放ベースアップ講座そしてベーシック、ね、もちろんひな形も覚えなきゃいけませんねこれを年末年始のところで頑張ってやりきるようなで、えー、会社法に関しては、えー、年明け1月以降おあの商業登記法の講義がスタートするぐらいの、えー、ペースに合わせて。 会社消灯法はまとととめて完成をさせるということであっていいいと思いますですから年末年始はまず不動産登記法の完成に急いで急いでというか頑張っていただきたいなと。で会社法は、まあ、あの聞くは聞くけれども本格的に復習をしていないという状態でとりあえず不動産登記法の完成を見てその後、えー、会社法商業登記法の二回し目講義と並行して会社法商業登記法をちょうど、えー、3月の 中旬を目処にですねこう完成させていくようなイメージでいていただければと思いますですからまだまだあの不動産東京を引っ張って大丈夫です不動産東京の二回し目講義とお、えー、聞き終わり次第不動産東京の合格ゾーン不動産東京の技術解放ベースアップ講座技術解放、えー、ベースアップ講座ベーシックひなね、そこが重いのでそれを一月の中旬あた、えー、りまでね引っ張ってしまって全然大丈夫ですからそこをまずはやっていただく で会社商業東京の完成はその後ですその後3月中旬をめどに完成をさせていくと そして、えー、春生の方もねもちろんあののののの方方方が逆に皆さんん違いといとうのが顕著なんですね、えー、秋生の方はあの早くやりたくても配信のスピード以上に早くできませんからなかなかあのおそんなに人によって、えー、ペースはずれないんですけど春生の方はどん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 先にね、えー、聞いてしまってる秋生と追いついちゃってる方もいらっしゃればいやそもそも遅くスタートされてまだ二回し目の、えー、始まったばっかりなんだけどっていうような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。そうういったようなかなかりあの個人差が 大きいのでもう個別相談、えー、さえていただきます教えて中途に「今私こういう状況なんだけど宇野先生、えー、だったらどう答えますか?えー」書いていただければあの電話よ相談の予約が埋まっていても対応いたします。 そしてあの毎,年毎月十五日25日から25日の2時に渋谷駅前本校に電話してきていただくことによって翌月分の電話相談を、えー、予約取らせていただきます。1月はたたくさん枠用意しましまですので、えー、本当にあの皆さん一人一人と向き合いたいので、えー、こういう状況なんだけどもどうすればいいかというです、ねえー、皆さんのお一人一人のしん進路を教えていただければ個別対応させていただきますので遠慮なくどうぞです、ね、あの私のところにご質問を寄せていただきます。 いいただければと思いますそしてあの講義の中でもどういうふうに進めていくのかというのはお話をしておりますからどうぞ参考になさってみてください。それでは初級生の受講生の方へ向けた年末年始の過ごし方運のクラスバージョンは以上で簡単ですけれども終わらせていただきたいと思いまますそれででは皆さん年末年末始頑張りししょうね以上で終了いたします。